の鬼太郎逆襲妖魔大決戦。さすがはわしの息子じゃ。しかしこれらの能力を使うには妖力を貯める必要がある。ただし
使えば使うほど妖力を貯める時間がかかる。無駄に妖力を使うのは避けるんじゃぞ。わかりました、父さん。あれから月日は流れて、父さん。なんじゃ鬼太郎。日本もすっかり平和ですね。そうじゃの。あ、父さん、妖怪ポストに手紙が2通も入ってましたよ。どれ貸してみろ。最近は妖怪たちもおとなしくしていると思ったんじゃが。父さん、何かあったんですか？どうやら妖怪墓場に夜な夜な墓荒らしが出るそうじゃ。どうも妖怪が絡んでおるようじゃ。
岩山周辺で落雷の事件が絶えないそうじゃ。おそらくこれも妖怪の仕業じゃろう。こりゃ少し調べてみる必要があるかもしれんの。手強い相手でした。しかしこれでここも平和になるじゃろう。これからは仲間の力を借りて妖怪退治に向かうんじゃ。鬼太郎、手紙が届いておるぞ。万年雪山のふもとの村で行方不明になるものや氷漬けになって発見される事件が続いているそうじゃ。不思議じゃのう。あそこは吹雪もなく穏やかなところのはずじゃが。
家のおばばは前方の相手に得意の砂攻撃を仕掛けてくれるのじゃ。おばばの砂は強力じゃからの。どんなところにいる相手でも小泣きじじいを呼べば抱きついて相手の動きを封じてくれるぞ。その隙をついてお前が攻撃するのじゃ。塗り壁はその大きな体を使って前にいる相手の攻撃を防いでくれるじゃろう。いざという時には頼りになるやつじゃ。一旦木綿に乗れば空を飛ぶことができるようになるのじゃ。空を飛ぶことで新たな道が見つかるかもしれんの。猫娘はあの鋭い爪で後ろにいる相手に向かっていくんじゃ。女ながら頼もしい限りじゃ。ネズミ男ではあんまり期待はできんが、いれば何かの役に立つかもしれんな。猫北郎さん、後ろから不意打ちをしてくるような卑怯な奴がいたら私を呼んで。いつでもこの鋭い爪をお見舞いしてやるわ。私たちの邪魔をした罪は
おとなしく氷漬けになった。なんと雪男が雪女を追ったのか。日本の冷凍妖怪が揃い踏みじゃな。やつらの動きに注意して戦うんじゃ。これで魂を抜かれた村人たちも助かりますね。そうじゃな、あやつらもしばらくは悪さできんじゃろうて。さて、帰って茶碗風呂で温まるとするか。頼むぞ、鬼太郎。いいですよ、父さん。届いておるぞ。最近、岩山近くの祠でダイヤモンド鉱山が発見され、欲にくらんだ人間が押しかけておる。呆れる話じゃが、そこへ行った者が帰ってこないそうなんじゃ。嫌な予感がするわい。いった鬼太郎どん、空を飛ばにゃならんときはいつでんおいどん呼びんさいよ。どこでん一飛びで連れてっけんね。ここの風はくせもんばい。悪かばって一人で行ってくんさい。そうか、じゃあ僕一人で行くよ。行きましょう、父さん。行け！
悪い男じゃ。こいつは欲深い人間をダイヤモンドにしてしまう妖怪じゃ。奴の口から吐く攻撃には気をつけろ、鬼太郎。鬼太郎？お前が鬼太郎か。人間どころかと思って小賢しい奴め、早くダイヤモンドにしてやるわ。これでここも安全になるでしょう。そうじゃのう。しかし欲にくらんだ人間の心がまた和牛堂のような妖怪を生み出すかもしれんぞ。心配性だな、父さんも。大丈夫、人間はそんなに悪いことばかりしませんよ。それもそうじゃの。手紙に書いてあるぞ。ふむふむ、うん、ようやく手に入れた我が家に妖怪が住み着いてしまったんじゃな。人々も幽霊が出るだのと騒ぎ立てておるようじゃ。さしずめ幽霊屋敷といったとこかの。私の前方にいる相手はわしに任せるのじゃ。わしの特製綱をお見舞いしてやるぞい。
クラだ。ここは鶴ベビと一緒に行こう。父さんも気をつけてくださいね。その弱みにつけ込む古に爪じゃ。ここに住む人が迷惑をしているんだ。早くこの屋敷から出ていけ。誰だか知らんが、我々の邪魔をする者は消えてもらうまでだ。鬼太郎、奴は強力な神通力を持っておる。気をつけるんじゃぞ。Thank you.
これで安心して元の生活ができるでしょう。いつの時代でも心の隙間をつき人間を食い物にする妖怪が現れる。わしらも日頃から妖怪につけ込まれない強い心を持っていなくてはいかんな。届いておるぞ。どこからともなく妖怪が現れて百足村を荒らし回っているらしいの。被害が大きくならんうちに百足村へ急ぐのじゃ。ことは死ねえ主義なんだ。無償でそこまでやる。おめえの気持ちが知れねえや。
薬のためとはいえ、人間はムカデを取りすぎたんじゃ。大ムカデの気持ちもわからんでもない。互いに度が過ぎてしまったんじゃろう。人間と妖怪が共存するためにはもっと話し合いが必要みたいですね。鬼なき墓場で大型妖怪の目撃弾が絶えず届いておる。鬼なき墓場の先は涙草原。とにかく調査をしてみるんじゃ。ね、一旦もめ。鬼太郎どん、空を飛ばにゃならんときはいつでんおいどん呼びんさいよ。どこでん一飛びで連れてっけんね。なんでも妖怪墓場の先にある大きな洞穴からガキが現れるらしいぞ。もしかすると現世とあの世をつなぐ穴かもしれん。このまま放っておくわけにもいかんじゃろう。ここの風はくせもんばい。悪かばって一人で行ってくんさい。そうか。じゃあ僕一人で行くよ。行きましょう父さん。
相手の動きを読む、これぞ妖怪退治の極意じゃ。前方にいる相手はわしに任せるのじゃ。わしの特製綱をお見舞いしてやるぞい。真っ暗だ。ここは連れデビと一緒に行こう。父さんも気をつけてくださいね。
じゃ。父さん、何ですかこいつは。鬼太郎、この方は八行さんじゃ。あの世のガキを取り仕切っておる。え、ではこの方に話せば解決できるかもしれませんね。何をごちゃごちゃと抜かす。ここへ侵入したからには覚悟はできているんだろう。待ってください、僕たちは。うるさい、黙れ。ダメじゃ、鬼太郎、もう戦うしかないぞ。では死なん。いつまた襲ってくるかわからん。急いで出口まで行き、現世とあの世の穴を塞ぐのじゃ。そうすればガキがこれ以上地上に出てくることはなくなるわい。わかりました、急いで戻りましょう。届いておるぞ。樹海で妖怪たちが人々を襲っているらしい。一体何が起きているんじゃ。俺は鬼太郎の前にいる相手からの攻撃なら全部防いでやるぞ。猛攻撃を受けた時はいつでも呼んでくれ。
ここは。来たろう。よく来たな。お前は、タンタンボ。そう、タンタンボよ。ただお前に復讐するため、地獄から戻ってきたのだ。妖怪たちに奇襲をかけさせ、復活する時間を稼いでいたのさ。あわよくばと思った。こうして再び復讐の時が来た。鬼太郎、今日がお前の最後だ。タンタン坊の旦那、こんな子供に何を恐れているというんだい。そう言いなさんが、なかなか可愛い坊やじゃないかい。でかい口叩くのはこいつの首を取ってからにしな。バカにしようって。しかし、タンタン坊でも苦戦したのに、かまいたち二口女とつるむとは。心してかかれよ、鬼太郎。わかりました、父さん。覚悟しろ、鬼太郎。来るぞ。鬼太郎、お前の勝ちじゃ。
あれから月日は流れて。父さん。なんじゃ鬼太郎。日本もすっかり平和ですね。そうじゃの。大変じゃ鬼太郎、テレビを見ろ。どうしたんです？緊急ニュースをお伝えします。一晩にして突如現れた謎の空中城は現在太平洋上空を横断し日本に向かっているとのことです。この事態を重く見た日本政府は至急対策本部を。父さん。これは海外妖怪たちの空中妖怪城じゃな。空中妖怪城。そうじゃ、かねてから日本侵略を狙っていた海外の妖怪たちは先の日本妖怪同士が争ったことで妖力が弱まった隙を見逃さず一気に侵略してきたのじゃ。なんだって？父さん、日本のために僕は空中妖怪城に行ってきます。鬼太郎、海外妖怪たちは兄弟じゃ、くれぐれも油断するでないぞ。わかってます、父さん。鬼太郎、お主の前方にいる相手はわしに任せるのじゃ。わしの特製綱をお見舞いしてやるぞい。Oh!
人間が神の真似事をしたから神が罰を与えたのかもしれんな。じゃないか。ようこそ。私ラグレシアと申します。ゆっくりおくつろぎください。ラグレシアじゃと？おい来たろ、大変じゃ。わしらは罠にはまったようじゃ。この部屋全体が妖怪の住みかだったんじゃ。なんだって？
危なく敵の罠にかかるところでした。よく来たな、東洋の小さな島国の妖怪。僕は日本の鬼太郎だ。鬼太郎？あの有名な鬼太郎か。日本を占領すれば全てが我々のものとなる。真の妖怪大統領が誕生するのだ。鬼太郎、お前を倒せば後の日本占領などたやすいこと、妖怪大統領誕生のための礎となるのだ。ドラキュラじゃ、今まで戦ってきたどの妖怪よりも強力じゃぞ。気をつけるのじゃ。行くぞ。
小賢しい。小さな国の小さな妖怪がこの私に立てつくとは、身の程知らずだ。真の恐怖を教えてくれとは。あれから月日は流れて、父さん。なんじゃ鬼太郎、日本もすっかり平和ですね。そうじゃの。あ、父さん、妖怪ポストに手紙が入ってましたよ。どれかしてみろ。最近は妖怪たちもおとなしくしていると思ったんじゃが。父さん、何かあったんですか？おい、鬼太郎、大変じゃ。村に強大な妖怪が現れたそうじゃ。本当ですか、父さん？うむ、行くぞ、鬼太郎。はい。Thank you.
太郎、手紙が届いておるぞ。